それが先輩、手作りチョコは食べたくねえとか言うからさ、コンビニ行って並んでたチョコを見本に見た目完璧なコピーを作って。どうぞ。おう、サンキュー。つまり、あの時先輩は大嫌いな手作りチョコを知らずに食べていたってわけさ。やるちゃん。カシマくんは先輩のこと好きなの？嫌いなの？好きだよ。尊敬してる。